アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、島田譲です。今週末からいよいよ J2 リーグ再開しますけど、今の思いとか、今体のコンディションだったりってのはどうですか？そうですね、チームとしても個人としてもすごくいいコンディションが今作れてるし、チームもかなりいいパフォーマンスがトレーニングマッチで出せるようになってきたんで、再開が本当に楽しみです。まず初戦は、甲府とのアウェーの試合になりますけど、甲府の印象とかってどうしますか？そうですね、だいぶ選手も今年変わってはいますけど、まあ、前線に個人で打開できるアタッカーも多いですし、馬力のある外国人選手もいるので、そこを抑えるのはすごく大事かなと思います。まあ、無観客開催っていう、まあ、ちょっと残念な状況ではあるんですけど、まあ、サポーターまあ、いけないですけど、サポーター、そのサポーターに対するメッセージ。そうですね、まあ、無観客ですけど、ダゾーンで見れますよね。見れます。なんで、画面越しでも、僕らが元気にサッカーしてる姿を見せて、勝利をみんなで分かち合えるように頑張る。テレビから応援よろしくお願いします。厳しいスケジュールですが、応援していただいているサポーターの皆さん、パートナーの皆さん、新潟の皆さんと一緒に戦っていきます。ぜひ応援よろしくお願いします。